チーム打率2割3分4厘、最下位、もう翌年、2割6分6厘、1位、西田打撃コーチ、誰？正解は、石井拓郎、2018年ヤクルトの一軍打撃コーチに就任。前年のチーム打率はリーグワーストの2割3分4厘だったが、2018年は同トップの2割6分6厘、総得点は658、1試合平均 4.6 と、前年よりも200点近い上積みに成功した。その他の実績、2013年から広島で守備走塁コーチに就任すると、初年度にいきなりチームは初のクライマックスシリーズ進出、さらに2014年、2015年も A クラス、2016年から打撃コーチに就任する、2016、2017年チーム打率1位、2018年ヤクルト打撃コーチ、前日、リーグワーストの2割3分4厘だったが、2018年は同トップの2割6分6厘、2020年からは巨人の野手総合コーチに就任、リーグ優勝、現在、横浜チーフ打撃コーチを務める、絶賛打線爆発中、みんなの反応、有能だった模様。オープン戦のフィンダで叩いてたやつは見る目ないな。そら他のチームで結果出してるし。そらネット民なんて素人の集まりですから。サンキュー拓郎。去年まで野手総合で打撃はあまり見てなかったからな。お前らつい最近までこいつ無能とか叩いてただろ。野球って、コーチも役に立つんだな。プロの選手は人の言うことなんて聞かないもんだと思っていた。通番野球チャンネルでは、これからもプロ野球の動画を作成していきます。チャンネル登録、高評価、感想をコメント欄にお願いします。ご視聴ありがとうございました。